皆さんこんにちは、アイモン料理部へようこそ。今日はスチールカットオーツという種類のオートミールを使ってオーツ粉を作っていきます。普段はクイックロールドオーツという種類のものをよく買うんですけど、これはちょっと調理に時間がかかるスチールカットっていう種類のオーツなので、もう粉々にしてオーツ粉として使いたいと思います。大きいミキサーで作る場合はちょっとずつスピードを上げて、なるべく細かい粒子にしていくのがポイントです。その方がお好み焼きとか、あとクッキーにした時にふわふわに焼けて美味しいのでおすすめです。で、普通のミキサーで作る場合はちょっと休ませては回してを繰り返して、ちょっとモーターが熱くなりすぎないように注意してください。その方がミキサーが傷まなくていいと思います。私は昔ちっちゃいミキサーを持ってたんですけど、もう3年以上使って壊れちゃったので、大きいミキサーを買いました。こんな風にちょっときな粉みたいになったら完成です。保存は密閉容器で保存してください。オーツ麦は食物繊維、タンパク質、あとビタミン B1、2、6とか、あとミネラルも豊富で、心疾患とか糖尿病の予防にもなる B グルカンというものも含まれます。ゆっくりと血糖値が上がる炭水化物なので、腹持ちもいいし、あと朝ごはんにオーバーナイトオーツとかで食べるととても美味しいので、私は夏はよくオーバーナイトオーツというものを食べます。こんな風に瓶で保存すると使いやすくて便利です。クックパッドアイモン料理部にビーガン好み焼きとか、あと唐揚げのレシピも載せています。オートミール粉は唐揚げ粉としても使えるし、小麦粉の代用としてお菓子作りにも使えるし、あとスキンケアでスクラブとしても使えます。手をちょっとオーツ粉を取ってスクラブするとすごくすべすべになります。ぜひみんな試してみてください。じゃあね、またねー。